授業ベース。どうも、篠原です。今回は予備校の授業ベース本当に OK っていうことで、この動画は大手予備校に通っている浪人生向けの動画です。本当にこの授業ベースで間に合うのかと。で、予備校、大手予備校って、まあ、授業が4月から始まって、そして終わるのが大体、まあ、12月とか、11月の後半とかなんですよね。で、このくらいのタイミングで、ずーっとこう、まあ、授業、夏休みはちょっと残ってますけど、ずーっと授業が進んでいくんですよ。で、例えば、社会とかだと、日本史だったら、この辺、古代、中世、そして近代で、まあ、明治で、まあ、昭和とかっていうことがあるとなった時に、12月に明治とかのこと習って、世界史だったらなんか冷戦のこととか習って、本当に1ヶ月後のセンター、そしてその後に対応できんのっていう悩みあると思うんですよ。で、今回これについて話したいと思います。本当にこのペースで大丈夫なのか。で、結論から言うと大丈夫ないです。大丈夫ないケースがあります。大丈夫なケース、大丈夫ないケースがあって、まあ、その大丈夫ないケースがある以上大丈夫ないんですけど、大丈夫ないです。で、どういうことかっていうと、まあ、考えられてる通りですね。ここで授業が終わるとやっぱ怖いっていうのと、その予備校の先生がポンコツだったらこっちに触れ込む可能性も大いにあるということなんですよ。もちろんね、予備校によっては補習を開催したりだとかして、こう間に合わせるっていうのはあるんですけど、まあ、どうなるか分かったもんじゃないっていうので、怖いってなった時に、やっぱりある程度自分自身やっていくっていうのはありだと思うんですよね。つまり、ここからこう授業を習っていく中で、例えばここで、まあ、日本史だったら縄文とか、世界史だったら古代のこととかやっている中で、こっちで習うべきこともある程度自分で復習していくと、同時並行的に復習していくっていうふうにして、ある程度の勉強をここでやるべき予備校の授業でやることをここでやってしまうというのも一つの戦い方だと思います。例えばなんですが、まあ、というか大手予備校は基本的にもう学校できちんと、まあ、社会とか習ってるはずですよね、理科も習ってるはずですよねっていう場所ですので、まあ、基本的にはこれでも間に合うはずです。まあ、イメージわかりますか。だから予備校の4月で習うこと、予備校が4月で習った時にここでやる、まあ、科学の内容を同時並行で勉強しておくと、5月の段階では、ここでやるべき10月の勉強を同時並行で自分でやるとっていうことですね。で、いうふうにやっておくと、まあ一応ここの話ある程度はもう高校生の時に習ってるはずなんで、まあ自分で勉強もある程度できるはずだし、一応この夏休みまでに一通りこの社会の勉強が終わるんで、ここからはまあ十分編集に時間をかけるだろうというのがこの勉強の仕方です。で、一方で大丈夫な場合があります。大丈夫な場合どういう場合か、もうすでに偏差値が届いてる場合です。例えば、東大行きたい、偏差値70いる、もう偏差値70あるよっていう場合、もうこれはもう予備校の授業ベースに合って、まあそうだなと思いながらやっててもらったらいいです。というのも、おそらくその授業において自分の偏差値届いてるのに落ちたっていうことは、他の教科に何らかの欠陥があるはずなんですよね。だからここで、授業のペースに合わせてやっていくっていうこと以外にも、英語とかやらないでくれることがあるはずなんで、そっちを頑張っていただきたいなっていうのが俺の気持ちです。はい、ということで、予備校の授業ペース本当に OK かという意味で言うと、偏差値が届いてないんだったら OK じゃないよということでした。まあやっといた方がいいんじゃないのというところで、はい、ということで予備校の授業ペース本当に OK か問題意味でした。今回はこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。